敗です。一時は先発ローテーションの一角を担った若松投手、トライアウトまでの道のりにドラホットプラスが密着しました。ファンに惜しまれながらユニフォームを脱ぐ選手がいるその裏で、厳しすぎる現実と向き合わなければならない選手もいる。あるかもしれないなっていうのはちょっと僕の中でもありましたし、ああやっぱりなっちゃったか、悔しいなっていう、まあやっぱその悔しいっていう気持ちでやっぱり涙が出ましたね。23歳という若さでドラゴンズから受けた突然の戦力外通告。プロ6年目、このまま終わるわけにはいかない。自分を支えてくれた人たちのために決意したトライアウトへの挑戦だった。俊太23歳、戦力外通告を受けた彼が真っ先に向かったのはふるさと福岡県久留米市。どうしても報告をしなければならない人がいた。もうこの世にはいないんですけど、ドラゴンズに入らせていただいて、そのスカウト渡辺さんなんですけど、その人に早くウイニングボールを渡したくて。プロ初勝利のお立ち台、彼が感謝の気持ちを口にしたのは渡辺正文さん。高校時代無名だった若松をプロの世界へと導いた恩師だった。まあ、とりあえず6年間ドラゴンズでやったんでありがとうございましたっていうのと、まあ、6年間短くすいません、何してんだよとは言わないと思いますけど、練習が足りんかったなと言われると思います。2013年にドラフト7位でドラゴンズに入団。3年目に初勝利を挙げ、チェンジアップを武器に2桁勝利を記録した。しかし昨シーズンは1勝止まり、右肩を痛めた影響もあり、今シーズンは1軍登板ゼロ。プロ6年目で受けた戦力外通告という現実、もう一度3年目に受賞したようなぐらい花を咲かせたいというのは自分の中でありました。大好きな野球を続けたい、そしてあの時の輝きをもう一度、今の自分に何が必要か。小学生の時からプロ入り後も息子のボールを受け続けてきた。まあ、周りから見たら50のおっちゃんがキャッチャーしてるっていうのはあれですけど、僕らが全然普通です、はい、極力頑張りますけど、やっぱり下手くそなんで、いいボールでも音が鳴らなかったりしますけどね。一番いいんですけど、しっかりやりたいなと思います。とりあえず一回終わるので、はい、また新しいところで新しいユニフォームもらえるようにね、明日頑張ればいいじゃん。悔いのないように頑張りますよ。トライアウトを前に渡辺さんの妻からメッセージが来ていた。亡き恩師も応援してくれている。
私は自分にかける必要もないし、普段通り行きます、はい、やること変わんないって、はい、ついに始まった12球団合同トライアウト。ここから再びプロの世界に戻れるのはほんの一握り。参加した48人の選手たちを見に、各球団の関係者、大勢のファンが詰めかけた。その中で若松は打者3人に対して登板する。久しぶりですね。まあ楽しみっちゃ楽しみっす。楽しまないと損っすよね。これからこういう多い観客の前で投げれるか分かんないけど、存分に楽しみます。支えてくれた人たちのため、そして何より自分のために、若松俊太、勝負の時がやってきた。23歳という若さで戦力外通告を受けた若松俊太、やってきた勝負の時。トライアウトでは3人のバッターと対戦する。父はじめさんも球場に駆けつけた。大丈夫かな。ラストバッターサインに首を振り、最後に選んだボール。最も自信のあるチェンジアップ。3人をノーヒットに抑えた。解説ありがとうございました。いいと思います。変になってます。若松の投球は天国の恩師のもとにも届いたに違いない。LPB が、ね、一番いいと思うんですけど、まあ、野球をできる環境を作ってくれる球団さんがあればそこに行きたいと思うんで、まあ、今のところはまだゼロなんで、また、はい、待とうかなと思いました。若松俊太23歳、亡き恩師、支えてくれた父、そして自身のためにわずかな可能性を信じて待ち続ける。で23歳っていえばね、まあ、一般社会とかって言ったらまだまだこれから ね、何回でもどういったことも、はい、あのまあ、自分の中で試せることができると思うんですけども、今としてはちょっとショックでしょうね、それは ね、若松投手、現在はまだ NPB 球団からの連絡はないということなんですが、決まるといいですね。そしてもう23歳若いから頑張っていただきたいと思います。はい、さあ今日は名古屋ドームでファンフェスタが行われていましたが、はい、来シーズンからのユニフォーム、今日発表がありました。